れてない？屋上に来てくれ、全員すぐにだ。月明かりが出てきて気がついたら。なんでだよ、なんでまだ動いてんだ。日没からかなり時間が経ってるのに。どうなっているの？おい、あれを見ろ。敵、なんだこいつは。巨人っていうか、ありゃ獣じゃねえか。なあ、あいつ壁の方に。おい待て、待て待て待て、待ってくれ。ざけんじゃねえぞ。新兵は下がっているんだよ。けど君には戦ってもらおう。ここからは立体機動装置の出番だ。行った！しん！やっ！逃げたりしねえ！まずは塔の周りの巨人から片付けようか。すまないんだ、頼んだよ。くそ、ふざけやがって。やるしかねえってのか。行ってやれ。塔には無防備な新兵たちがいる。あそこだけは絶対に守りきらなければ。しん、かっ、あああ、やる。救援要請を確認、私が向かいます。これで塔の周りの巨人はだいたい片付いたね。さすが調査兵だ。他の兵士とは訳が違うってことか。あれは、後ろからまた巨人の群れが近づいてきています。くそ、休む暇もねえってのか。やったぞ。逃げたりしねえ。
邪魔しやがって。このままでは塔の防衛に向かえないと。すまないな、これで塔の守りに専念できる。働きだ。かばるかよ、この薄っぬろが。ゲルガ、今のは危なかったろう。あれが俺のやり方だ。今のちゃんと討伐補佐に数えとけよ。たくましいね。覚えとくよ。かなりの窮地らしいな。間に合えばいいが。キリがない。ありがとう、おかげでなんとかなったよ。ここからは私も手を貸そう。頼んだぞ。分かった。壊されたらおしまいだぞ。このまま塔が壊されるのを黙って見ているしかないのか。これででかいのはあらかたやったぞ。この塔のおかげだね。こんな好条件で戦えることなんて滅多にないよ。いや、なんとかしのげそうだな。任せなさい。あれはなんだ。壁の方角から投石だと。このまま全員で固まっていては危険だね。一旦散開し、各自塔の防衛に当たるんだ。君は塔の周辺に迎撃用の拠点を設営してくれ。任せたよ。頼みます。任せとけ。この投石、壁の方に歩いていたこの獣の巨人の仕業か。タッシンクッヨッ。逃げたりしねえ。
したくし拠点を頼むぞ。拠点を設営しろ。早くしねえと手遅れになっちまうぞ。倒せたな。行ってやれ。拠点は任せた。急いで拠点を設営するんだ。もう塔が持たねえぞ。拠点は任せた。巨人多数接近。くそ、なんて勝つだ。これじゃあもう塔が持たない。あの獣みたいな巨人がこっちに向かってくるぞ。まずいじゃねえのか。いや、この木を逃すってばね。あいつさえやっちまえば投石は止まる。限界だ。お前もその生クラが最後なんだろう。
ああ。でも最後まで諦めるわけにはいかないさ。もう塔が崩れそうだ。だけで何体やったんだろうな。ああ、数える余裕なんかないからね。逃げたりしねえ。獣の巨人が引いてくぞ。な。やったのか。いや、巨人はまだうようよしてるぜ。こいつはもう。もう塔が持たねえな。俺にしちゃよくやった方だと思ってる。すまねえ、お前ら。もう力入んね。おい、まだ生きてんのか。よかった、無事で。ああ、先輩たちがやられた。よせクリスタ、もう塔が崩れそうなんだ。落ちしまうぞ。でも私たちの身代わりにナナバさんが。